皆さんこんにちは。今回は、腐れ戦闘機の中の腐れ戦闘機という呼び名も高い、ドイツフォッケルート終着駅フォッケウルフ252に乗ってみたいと思います。ほう、それにしても似たような機体たくさんあるな。これは前作の別なデザインプランらしいですけどね。大きさが全く違うんですよね。似てるっちゃ似てるし、似てないっちゃ似てないよな。そして、機動性最悪はいいんですけど、その見返りが合わない。速度がいいのと、武装が最新式くらいかな。その武装も数値的には前作と同格よりも劣ってるというね。そして、もう言っちゃいますが収束がめちゃくちゃです、わら。それで、育ってないパイロットを下ろして、照準系ガチガチの人に乗せ替えたんだよな。それでも、厳しいですよ。もうこれ、このメッサーシュミットの勝ちでいいよな。速度が誤差レベルで勝ってるくらいで、ほんともうそう思います。多分、この動画見る人少ないんじゃないかな。人気なさそうな機体だもんな。まあ、それでも乗って検証するのが商性の定めなのだ。3倍近いエンジン出力と30ミリリオルバーガノンの威力で実はすごかった。ってならんのよこれが。ちなみにこの緊急戦闘機、ユンカースも応募してまして。ほう。そちらの方が採用されそうでしたが、実装ありますかね。ノーコメント。それでは、この焼き魚の実力を見せつけてやりましょう。それは、ホッケ。自慢の腕前を見せてもらうぞ。戦闘開始だ。相変わらず、ロールはいいな。照準器はまだ伸ばせますし、なぜかこの飛車だけまともに見えますが、オーバーヒートも早いし、爆撃機殺しきれないしで、むしろ、前の当たらない4門の方が密着して撃とうと思う分、よかったかもしれません。射程長くても当たらないのね。一応、16戦してみて勝率は 56.25%。それほどひどくはないか。16戦じゃわからないですけどね、ちなみにセイバーは。エア銃では一番乗っていて、33戦して 72.73% です。さすが86ですな。今までと戦い方は一緒で爆撃機メインですが、敵の性能が上がりすぎてて、追いつけない、後方機銃類、耐久高いの39です。それでこのオーバーヒートと命中率はエグい。これもスペシャル化したら、加速を上げて撤車しないとですかね。本当に本気は最初に乗った時は、絶望感に目の前真っ暗になること受け合いです。それもこれも、この射程の長さにあるのです。中距離射撃できると喜んで撃ったら当たらないってか。で、当たり始めたらオーバーヒートっていうね、わら。与えられた機体で勝利を目指すという趣味の私でも、ちょっとこれはダメかな、って、本気で思いました。確か、相手の戦闘機にタゲられ続けて散りまくったんだよな。エア銃戦となると大体、トイレは1くらいですので、相手の機種と動向が自分の戦果に大きく関わってきますね。勝敗は、うちらノーマルパイロットの勝敗の8割は敵味方のボットによりますよ多分、わら。やっと撃墜。猛獣戦も小さいし、爆撃機と攻撃機ですね。ちなみに、この試合負けてるのですが。もう言う、わら。最高の1万7000取れたんですよね。あらゆる機体の中でも珍しい高得点。他の試合は大体平均8000くらいでしょうか。爆撃機と攻撃機を勝ってると高得点ですが、評価は低いというね、わら。もうね、エイム調節する夢見ちゃいましたよ。これだけ当たらないと悪夢も見るわな。調節は実際できないのですが、画面の上下に修正前修正後の、当たり判定の位置が表示されるというリアルさ、わら。機動性ないので射撃修正も厳しいです。ちなみに、射撃は敵の後ろから前に修正するよりも、敵のだいぶ前を狙って撃ち込んで、そこに敵を飛び込ませるような感じで、撃つと当たりますので、瀕死の敵のとどめを刺すときはそんな感じで、という戦記を読んだんだよな。はい、わら。これは旋回えぶり込めないのでできませんけどね、わら。もうさっきから、追いまくって落とす頃には陣地が変わってて。有効な占領ポイント得られないんですよねこれが。敵の戦闘機にタゲられたら、無難な指揮を探すことしかできない本気ですが。
冷却剤が残っていたら、ワンチャンは作れるかもしれません。ほう。旋回で逃げるというのは、モニターが横に広いので相手にとって一番対処しやすい。見えるもんな。次に急降下は相手の予想の範疇だし、絶対殺すマンだと。延々逃げるだけのことに。というわけで、急上昇を私はおすすめします。ほう。一瞬画面から消える上に反応も遅れがちと思いますし。こちらに、急降している時点でブーストを使い切ってる可能性も。それだけあったら、距離を開くことも可能か。それで頃合いを見て、方向舵も使って上昇反転すると運が良ければ、ブースト切れで水平飛行にかかっている鉄器に打ち込めますし、悪くてもヘッドオンで、本気の 30mm ボルバーカノンを無修正で打ち込むことが、できるといいな的な。デヘペロかよ。どれだけエンジン積んでんだよっていう爆撃機。中央ロケット基地が天王山なので、探さずとも来るわ来るわ。今回は相手が攻撃機なので、邪魔されずに狩りまくっています。これだけ撃てるといいなって思い始めちゃいますけどね。先日のクラン戦の前に、今日のノルマ飛行しておこうと、チェア10戦闘機メッサーに乗ったら、別次元でしたし。これ乗ってる時も、飛行場落とせたので、途中でセイバーに乗り換えたら、お前詐欺だろう、みたいな心の声が相手から聞こえてきそうでした。まあ、そうだろうな。それにしても、さっきから落としても落としてもロケ陣地取れませんね。さっきから、味方のキル表示ばかりだからじゃないか。敵の数が多すぎる。ああ、間に合わなかったか。仇は取るぞ。見た感じで撃墜。やっと取れた。でも、ゲージ厳しいぞ、間に合うか。いえ、間に合いませんでした。そうだったな。ほんと、これで勝ててたら喜んで動画アップしちゃうんですけどね。それで、皆さんがこれ乗り始めたら喜ばしいことですし。勝ちやすくなるからだな。よくお分かりで。30mm ボルバーカノンがご所望であれば、イギリスに行きたいがありますしね。今度、あれの照準スキル伸ばしておこう。スコールラインも過ぎましたので、全滅に期待をかけて、全滅中であります。でもやっぱり、キル表示はオレンジ以外真っ赤だぞ。もうね、ロケットの攻撃地点に味方ボットは行かないでって思いますよね。嫌がらせに近いよな。来るわ来るわ、ここ取られたら希望もなくなるし動けませんね。そうだな。伝説の翼ゲット。しっかりしろ、押されているぞ。あ、もう人の獲物取ってる場合ですか。お、アタックチャンス。味方がひっくり返した、わら。いじめか。
間だー。向こうと飛行場を落とせればタイムリミット伸びるはず。ロケも持ちこたえるか。占領はやはりきついか。敵の撃退まであとわずかだ。この調子で攻め込め。お、ついにチャンスが来たぞ。こっち来んな、敵来てますやん。あー、こんな時にガチで旋回バトル。相手は満タン。なんとか、死ぬ前に通報はできたが。あとは、味方のボット頼みというところで。時間切れで負けました。しかも、2機向かったというのに。1機は、防衛機向かっていくというね。それを、レーダーで見てがっくりスループ主。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回も良ければ見ていってくださいね。次回は、アメリカ巡戦の予定です。交互期待。全機反転。次の攻撃に備え、一時帰還せよ。